昨日アップしましたワイドレンジハンバッカーですが、少し、修正しました。うん、具体的には少し磁力を強めて、それで、もう少しこう響きがリッチになるような感じでやってみました。これで、74年のオリジナルハンバッカーとホワイトレンジと比較しています。ちょっとパワーが強いので少し下げます。まあ、ギターが違うのと、あとはポットとかコンデンサーの値も違うので、こっちの方が少しいい高音寄りになってるとは思います。30分。